はい、秀吉です。どうも。はい、またキッチンです。今日もですね、無限アボカドでございます。はい。今日はですね、和風筋肉無限アボカドをやっていきたいと思います。はい。今日はですね、これ、豆腐一丁。の、まあ、いつもの胸肉のしゃぶしゃぶをさっと茹でまして、ちょっとまだあったかい感じなんですけども、15分か20分くらい冷まして今置いてきました。でですね、アボカドがいつものパターンで、2個でございます。で、茹で卵はいつもの、はい、ちょっといい、今日はいい感じ。半熟具合が3個でございます。これをですね、はい、このアボカドにちょっと合わせていきたいと思いますので、すいません、こんな感じで。はい、合わせて感じでですね、はい、ちょっと、こんな感じでですね、はい。この、はい、卵とアボカド、むっちゃ美味しいです。やっぱり、これはもう最強ですね、僕の中で。はい、これですね。で、またいつものこの美味しいつゆ、美味しいつゆです。美味しいつゆは何でもいいです。はい、美味しいつゆなんでもいいです。ちょっとですね、こんな感じで、はい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 、すいません。ちょっとですね、はい、こんな感じで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、はい、これでですね、はい、ちょっと適当にいつもみたいにいきます。今日は和風です。和風、豆腐が入るだけで和風。 かっこすぎてた。はい。ちょっとこれ、適量で。で、卵を入れますといつもの、はい、あれなんですけども、ちょっと割と汁を吸ってしまうので、まあまあ、お好みで入れていただければいいかと思います。はい。今、適当にですね、はい、ちょっと入れました。はい。適当にちょっと、ですね、適当にでですね、はい、オリーブオイルをちょっと適量、はい。適量で入れていきます。適当です。はい、胸肉は1枚、豆腐は木綿豆腐です。で、水分はある程度取りました。はい、ちょっとペーパータオルで、はい、水分取ってあります。で、そのまま入れて、まあ、適当に、はい、豆腐は、はい、切ってありますんで、はい、こんな感じでございます。でですね、また白ごまをですね、はい、このアボカドのところに入れていきます。チャ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 と、今日しまった、今日エゴマパウダーをですね、ちょっと切らしてしまって、まあ別にここにごまあえなくても、まあごまね、ごま豆腐の上でも、どっちでもいいです。はい。でですね、はい、いきます。で、またこれでちょっとあえてきます。ちょっと今日汁多めにしました。ちょっと豆腐がありますので、はい、ちょっとこれね、豆腐がありますので、ちょっとつゆを、美味しい麺つゆを多めにしました。はい、これ、いや、もうほんとアボカドむっちゃ美味しいですよ、もう。はい。で、アボカドね、前も言ってるんですけど、まあ、1日1個ぐらいまで、ね、半分が1個ぐらいまで、2個とか3個はちょっとカロリーが高いので、はい、今日これちょっとね、まあ、2個なんですけども。はい、もう食べる美容液ですよ、もう。まあまあまあ、毎度のね、毎度のあれなんですけど、アボカドはむっちゃ美味しいですよ。ほんと、まさに無限アボカド。もう無限のように食べれちゃう。もうこれ混ぜてる先からも美味しい。もうほんとたまりません。もう混ぜてる矢先からも美味しいですよ。はい、よしよしよし。はい、混ざりました。こんな感じでですね。はい、混ざってですね。で、ここの豆腐にですね。はい、ちょっと見えますかね。豆腐にですね、これちょっと、はい、アボカドを上からこのままいきます。豆腐で、はい、豆腐がもう隠れるぐらいいきますね。いきます、いきます。はい。でですね、ちょっとこのまま残りますんで、はい。はい、いきますよ。まあ、はい、チャ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 と手早く。はい、もう超簡単ですよ。もう豆腐切るだけ。しゃぶしゃぶ茹でるだけ。はい、アボカドを剥くだけ。剥いて、剥いて切るだけ。と、ゆで卵。超簡単。なんか全部切るだけ。
という感じでございます。まあ、ほぼ完成ですが、これやっぱちょっとですね、こんな感じなんですけれども、ちょっとこうやっぱりですね、どうしてもこの胸肉のしゃぶしゃぶがありますので、こうちょっとつゆが足らないという、絶対つゆが足らないので、ちょっとこう後からこうね、縁にこうかけていきます、つゆを。はい、これもお好みでいいんではないでしょうか。はい、お好みでね、いいと思います。はい、お好みでかけてください。で、ちょっとですね、はい、ここのオリーブオイルもちょっと縁に最後、少しだけかけすぎた、まあいいや。はい、かけていきます。でですね、かつお節です。これ和風なので、テーマは今日和風なので、ちょっと鰹節をですね、これはまあ、粗めとか細かめがね、お好みであると思うんですけど、今日僕は粗めの鰹節を、ちょっといきました。粗めですね。ちょっと鰹節をちょっとこれかけて、はい、今日テーマは和風なので、はい。テーマは和風ですので、はい、和風無限アボカドですので、これはもうやっぱりね、和風ということなんで、やっぱ鰹節ということにしました。もう鰹節は適当にお好みでいいんではない、結構かけちゃいました。はい、こんな感じで完成です。はい、ちょっと隠れちゃいましたけど、和風無限アボカドでございます。ははは。ここにね、まあお好みで、まあトマトとか、まあいろいろね、ちょっと入れてもいいと思うんですけど、今日はトマト入ってませんが、はい、胸肉1枚、アボカド2個、ゆで卵3個、木綿豆腐1丁に、かつお節でございます。こんな感じで完成でございます。はい。筋肉無限、はい、和風筋肉無限アボカドのご紹介でした。はい。アボカドめっちゃ美味しいです。はい。ぜひ皆さんいろいろアボカドね、食べてみてはいかがでしょうか。はい、今日もどうもありがとうございました。はい、ではまた、どうもありがとうございます。ではまた。